今回は平成19年3月13日に起きた ANA1603 便が高知空港に胴体着陸をした事例についてお伝えします。ANA1603 便は大阪国際空港を離陸し、高知空港に向けて飛行をしていました。高知空港への着陸許可が出た後、ノーズギアが出ていないことが判明、タッチアンドゴーや急旋回をするなどして、解決のためにいろいろな方法を模索しました。ノーズギアとは、飛行機の前についている車輪のことです。どの方法でも、結局ノーズギアは出ることがなく、ANA1603 便は胴体着陸に踏み切りました。事故報告書によると、ANA1603 便のノーズギアを収納する扉に不具合、一部のボルトが欠落していたためだとのことです。ANA1603 便の着陸を見てみると、ソフトフィールドランディングに似たテクニックが使われていることがわかります。ソフトフィールドランディングとは、例えば濡れた芝生などに着陸する際、できるだけ機体に揚力を残すことで柔らかな地面にも着陸できるようにするというテクニックです。コックピットではどのような操作を行っているのか見てみましょう。まずメインギアをつけた後、操縦桿を引きます。そうするとノーズギアを浮かせたまま速度を落とすことができるのです。バイクのウィリーのようなものですね。これの難しいところは、旅客機でやると操縦桿の引き具合によっては飛行機の後ろの部分を擦ってしまうことです。後ろは擦らせない、でもノーズもつかせない、とても絶妙なテクニックが必要です。また事故報告書によると、機長は着陸に必要な距離が大幅に長くなると考え、通常よりもかなり手前にメインギアを設置させたとのことです。トラブルへの判断、技術ともにとても素晴らしいと思います。その点を踏まえてもう一度実際の映像を見てみましょう。いかがでしたでしょうか。今回は ANA1603 便が高知空港に胴体着陸をした事例についてお伝えしました。このパイロットノートチャンネルは、エアラインパイロットの視点から航空事故や飛行機に関することについて紹介するチャンネルです。もし気に入ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。